皆さんこんばんは、猫好きです。ザ・監視機関実況プレイ、今日も元気にやっていきたいと思います。さてではですね、前回からの続き、猛牛部屋を調べるというところが出てきたので、で行ってきましょう。猛牛部屋。すいません、電話でご連絡していた科学研究所のものですが。あ、この匂い現場のものと似てるわ。カレーだな。どうぞこちらへ。猛牛親方、なんとも力士らしい。ほうほう、相撲部屋とはこのようなものですか。じゃあここに住もうか。なんて、うわ、塩がたくさん。塩はどうも苦手で。あー、そっか、清められたらあかんしな。佐野助、連れてきてあげたんだからおとなしくしていてね。合点承知の佐野助です。なんだそりゃ、流行らせたいのか。どういったご用件で。力王丸さんをご存知ですね。力王丸が何かしでかしましたか。力王丸さんは被害者です。何者かに瀕死の重傷を負わされたようなのですが。何か知っているな、こいつ。黙り込んだのは驚いたからでしょうか。びっくりというよりは何か戸惑っている感じだわ。なんだろうね。正直な人に見えますけど、変な、紋付きを着てますよね。紋付きでいいのか、わかんねえな。あれは部屋のマーク入り羽織よ。なんかイントネーションおかしいな俺。その思い当たることがありますか。いいえ、あれは暴れ者ですが、一本気の男で恨みを買うようなやつでは。相撲をやめるときにゴタゴタのようなものはあったのですか。相撲取りだからゴタゴタするんだろうな。地面をこう踏むたんびに。いいえ、弟弟子や後援者たちの惜しむ声はありましたが、気持ちよくこの部屋を出たはずです。ああ、評判は良かったんや。あまり聞き出せなかったわね。なんだ、朝恐竜が何回か暴れた事件で叩かれているから慎重なのかも。朝恐竜って何ですかそれ。絶対なんか有名な力士やろ。あれモデルにしてるやろ。拙者もテレビで何回か見ました。相当な元気者のようですな。なんだ、元気者でいいのかな。でも親方は何か隠していましたね。あなたもそう思う？別の線を当たってみましょう。警察病院で進展があるかもね。お、これは、おお、次に行けるし、力王丸のことっていうのが閲覧できるね。じゃあ警察病院に行ってみようか。そういえば、あの警官もおるみたいだしね。あ、寒川刑事、お疲れ様です。そちらの捜査状況はどうですか？捜査なーって。当然、怨恨殺人の未遂の件で進めているわ。殺人未遂ですか。それはどうでしょう。あれだけの血が流れているのに。被害者は死にかけてた上に満身創痍で1ヶ月の入院よ。しかし現場には被害者以外の血痕も相当量発見されてますよ。被害者に抵抗されたのだと思うわ。他に考えようがある？まだ言い返すことはできない。でも、怨恨殺人という線は違和感があるわ。あれ？巡査がいませんよ。普
通は見張りがいるものですが。ああ、面会謝絶的な。それじゃあ入っていいってことね。そういうことにはならないと思いますが。ああ、入っちゃった。うん、ルールを守るのも人生だね。どうも、家犬の江波です。突然ですみませんが、先ほどのことについて何か話してくれませんか。乱入男まだ名前はない。どうしてあの道場に。四季子殿、この草履を見てください。何よ、草履といっても現場の、側門とは一回り大きさが違うでしょ。この踏み様、踏み用かな。踏み用は何これ、焼肉屋さんのマークかしら。いや違うだろ、さっきの道場のマークやん。さっきの猛牛部屋で見かけませんでしたっけ。そうだね、うん。乱入男の証拠を入手しました。誰なんだろうな、ほんとね。他、とりあえず派遣に行ってちょっと調べてもらおう。所長に報告しようかな。一応報告すっか。お、シマタンが起きた。順調らしいな。少しは仕事に慣れてきたか。まあまあかな、まだパート4ぐらいだし。よし、ラボに行って、じゃあ証拠、あれできない、何もできないか。考察、何もなしかよ。よし、横でシマタンをなで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 。シマタン、ここ気持ちいいだろ。ここの首のところが気持ちいいだろ。よし、じゃあそうだな、工場跡地もう一回行ってみようか。ああ、これこれ。シマ、もう鑑識捜査は終わったわ。あれ、進めねえな。猛牛部屋かな。どこに行きます？稽古場。何度もお伺いしてすいませんね。本当何度もすいませんね。今度はどういったご用件で。この男をご存知ですね。あ、これ進展したかな。朝恐竜の付き人の畳盛りですね。どうしましたか。なんかこの人も聞いたことあるような名前の人がいたような、いなかったような。ちゃんとこれ許可得てんのかな、モデルになった方に。力王丸さんの道場に入り込んで巡査を殴りました。さっきも警察の方に聞かれました。畳盛りは入門したばかりですから、力王丸とは面識もないと思います。畳盛りのことを入手しました。では朝恐竜関と力王丸さんの関係は。お嬢さんは警察の方ではないと聞きましたが。はい、家犬は警察と同等の検察の下部組織で、主に法廷資料の作成を行う独立組織です。警察と違って緊急以外の逮捕権や強制捜査権はありません。そうですか。それではお話ししますが。お、なんかいいこと話してくれんのか。彼らは好敵手でした。力王丸が2年先輩でしたが。ライバルか。お互いに猛稽古をして2人ともめきめき強くなっていったんです。なるほどね。しかし相撲の才能では朝恐竜が上でした。体重も上でしたし、何より重心が低い相撲型の体型でした。こっちの世界でも朝恐竜は強かったのかな。力王丸は筋骨型で太らない体質で、いくら食べても限界がありました。力王丸も順調に出世していましたが、
朝恐竜は記録的なスピード出世で、ついに力王丸を抜き、そして力王丸は引退したのです。でもそれでどちらかがどちらを恨むというようなことは。朝恐竜関にお会いできますか。何の用だ。やっぱりね、モデルさんに似せてんのか。そうなのかな。怪我をなさっているようですが。キャー、本物だ。仕事じゃなきゃ色紙をもらいたいわ。もうてか、なんか地味に怪我してんな。本当。稽古だよ稽古。これくらいの傷は普通だろ。とても普通とは思えませんね。まあ相撲の世界に入ってるやつは普通じゃないからな、大体が。そうね、一旦家計に戻って情報整理しないと。朝恐竜の証拠を入手しました。稽古といっても、もしかしたらなんかの別のことで怪我をしたなんていうことがあるかもしれないからね。よし、じゃあ家計に戻って、証拠証拠。でも待てよ、こういうのって誰にやらいいんだ。朝恐竜さんの指紋取って。指紋のさんって、指紋は検出できないわ。この人間よ、人間なのに指紋取れないってどういうこと。指紋がないのかな。僕の専門外だね。マジか。誰だ。いやでも生物、ただの人間ですよこれっていうぐらいじゃねえかな。情報とかどうだろう。お、カンコさんいい仕事してる。はい、調べてみましょう。ご存知の通り、切れ味の鋭い闘志あふれる相撲、相撲で人気の横綱です。猛牛部屋所属の24歳です。24歳か。俺の1つぐらい年上ぐらいなのに、あの体格か、すごい。私も大ファンよ。ワイルドさが素敵よね。最近は少し闘志が溢れすぎていて、親方に怒られているという記事がスポーツ紙面を、にぎわせています。現在の親方は激しい相撲で、有名だった元横綱千代の牛です。これもまた大丈夫なんかな。証拠はありません。特に今のところないかな。何もなさそうだが、そういえばこの草履は何もないかな。考察できるかな。現場に残されていた、証文と足紋は誰のものかしら。もう少しいろいろ調査した方がいいかもしれません。そうだね。そうだな、とりあえずセーブしとこうか。てんのでどこに行くか。警察病院もっかい行ってみたらなんかわかるかな。どこに行きますか。305301。まあ一
一通り行ってみましょう。勝手に入っちゃダメであります。あ、巡査さん大丈夫だったか。何やってるの。人手不足の鑑識班に頼まれて指紋や証文を採取するのに奮闘中なのであります。頑張ってるね。それじゃあついでに科研の分もよろしくね。ラッキーしょうがないな、寒川さんには内緒であります。いやー、融通聞いてくれる巡査だね。俺好きだよあんた強引だな。確かにな付き人の証文、あ、これあれ、シモヌさんに見せれるんじゃないかな。よし、じゃあ次行ってみよう。ん、あなたは誰です。面会謝絶ですよ。科研のものです。ダメですよ、まだ意識が混濁しています。それじゃあ証文を取らせてほしいのですが。え、証文そこにあるでしょう。意識が朦朧としているのに、なんだこの野郎と壁にものすごい張り手ですよ。病院中が揺れましてね、我々命がけですよ。震度どれぐらいいったんだろうか。でっかいな、でかいな。これが力王丸の証文か。え、普通これですかね。病院が預かっているものですが。力王丸の手術、そうだね、あのプロレスラーだから草履じゃないよね。他に預かっているものはありますか。運び込まれた時に履いていたこのパンツですかね。なんだろう、ん、丸とか黒丸の変な印がついているわ。あー、なんだろうね、オセロかな。このパンツを履いているところはテレビに見たことがないですね。一応物証として預からせていただきます。勝負パンツを入手しました。こんなもんか。じゃあ、科研行ってみるか。ちょっと鑑定してほしいもんができましたよーんって。よし、この辺はもうシモーヌさんに任せて、シートの証文と月人の証文は一致しなかったわ。あ、そうなの。じゃあ力王丸はどうだろうか。ああどっちも一緒か。これレスラーのパンツはど、何になるんやろう。科学、いやなんか物理とか全然ないだろうな。やってみるか。私の専門外ですとか言いとかとしか言えませんな。神々ですいません。じゃあかんこさん、かんこさんならわかる。かんこさんならわかってくれるはず。はい、調べてみましょう。他の格闘選手だと倒した相手の数を示す例があります。これは少し違いますけど。あ、そういうことか。なるほどね、オセロじゃないんだこの、なんださ、うん、だちゃ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 されている、白黒の、踏み文様は何か意味があるのかもしれません。やっぱオセロだろ。考察できるかな。ここで考えをまとめておかないと。よし、 BGM。 あれ、ない、ないか。シートの証文は力王丸の証文とは一致しなかった。シートの証文は付き人の証文とも一致しなかった。
証文がダメなら側門とやらをはっきりさせなければなりませんな。現場から去った謎の指紋、そこはリキュール丸のものだろうか。昨日じゃないや、前回のやつを見てないからな。ちょっといい家かな。その根拠は確かゾーリやろ。リキュール丸はこれだよね。リキュール丸はリングシューツを履いていたはずだわ。そうだね、ゾーリじゃないよね。すると謎の足跡は朝恐竜かその付き人の可能性が高いわね。そういえば付き人の草履ならありますね。血液反応が出るかしら。出てきませんね。あ、かんこさん、しきこさん、こんなものを見つけました。置いておきますね。なんだろう、スポーツ新聞の記事ね。スポーツ新聞またね、よくわかんねえ漢字使ってな、おい。江戸時代の瓦版ってとこね。読むわよ。力王丸って真ん中にドーンと書いてあるね。幕内昇進をかけた重量優勝戦は、壮絶な一戦になった。怪物力王丸 VS 強獣朝恐竜、闘志は各界で1-2。同部屋対決は因縁の戦い。両者時間前に立ち、仁王立ちの張り手の王将。最後は真実朝恐竜に軍配。決まり手は豪快な釣り落とし。ほう。俺はあまり、こう、プロレスとかには、詳しくないからよくわかんないけど、まあ。力王丸と朝恐竜の、確執な、本当の確信は本当のことなのかしら。瓦版は面白おかしく書きますし、街の噂も同じようなものですからね。直接親方に聞いてみるか。よし。もう特にないよね、調べてほしいのは。セーブして。よし、じゃあ猛牛部屋に行ってみましょう。朝恐竜さん、いますかね。たびたびすみません。この記事についての説明をお願いできますか。当時力王丸は重量筆頭、朝恐竜は新重量でしたが、その申し稽古は真剣でしたね。どちらかが気絶するまで続くんです。マジかよ。もうちょっと穏便にできないかね。まあ試合の世界じゃそんなもんないか。仲が悪かったのは本当ですか。いいえ、よく一緒に遊びに行っていましたね。は？焼肉を食べに行ったり、プロレスを見に行ったりしてました。ああ、結構仲いいんやな。仲が良かったのに気絶するまで真剣勝負を？どういうことなんでしょう。女性の方には理解できないかもしれませんが、死に行くことを言わずして、ダブルに力比べせん。え？我々力人の神祖、トーマの気配が、対戦相手ののみのすくねに語った言葉です。お腹がすくねなんて。
日本書紀に出てくる、相撲神話ですな。どちらが力や技で、勝っているか命なんか考えず戦おうという意味です。奴らはいいライバルでした。それだけのことです。仲が良かったけれど、勝負となると、お互い殺し合うみたいな。また来てるのか。今度は何だ。力王丸さんが倒れていた現場に草履の足跡が見つかりました。それがどうした。あなたのものでないことを証明できますか。履物を見せていただければ。草履なら何足も持ってる。昨日まで履いてたやつなら古くなったので捨てたよ。当然捨てたでしょうね、犯人ならば。どこに捨てましたか。ゴミ収集の車が通りかかったので直接投げ込んだよ。俺はコントロールはいいんだぜ。それ外れたらどうなるんだろうね。あ、外れちゃった。取りに行かんとあかんみたいな感じになりそうだよね。埋め立て地にでも行けば見つかるかもな。他の部屋をちょっと見せてもらって構いませんか。ああ、いいと思うよ。入る部屋が増えたね。じゃあ大部屋行ってみようか。意外と今回写真のアイコンねえな。誰の回しかしら。どっかで見たような印が。一応証拠として預からせていただきます。あ、これ力王丸のオセロのやつやん。誰の浴衣かしら。そう、今朝は付き人の高見盛りが干していましたが。一応証拠として預からせていただきます。もしかしたら返り血が洗濯後に残っているかも。科学館に見てもらおう。浴衣か。なんかこの辺本が散らばってるけど、土俵ワールド相撲雑誌かしら。普通の座布団ね。でもサイズがやや大きいような。お相撲さん特注なんだろうね。何かしらどでかい、手形が永遠に入って並んでいるわ。ごまかすよね俺って。歴代関取の手形ですよ。ワクワクするな。朝恐竜の手形もあるわね。後で借りましょう。おー、これはもうシモーヌさん決定だね。先場所の、番付表だわ。朝恐竜は猛牛部屋のただ一人の横綱なのね。おー、星取り表でいいんかな。あれ、どっかで見たような。これ、力王丸の、本当オセロのマークと一緒よ。このポツンとなってるのは何だろう。相撲部屋に、軟式のボール、グローブがないし、唐突な気もするけれど、みんな座布団みたいな手をしているから、素手でも平気なのかもしれません。ボール、もし、少しで、いや、これはちょっとは、思いつくけど、あえて言わない。面白くするために。これは何だろうね。あれ、これ気になるでしょ。コンセントかな、ただの。でも、これでいいのかな。一通り調べ終わったね。よし。じゃあマップを出て、調べてもらおうか。
で回し、朝恐竜の回し。でも利休生まれと同じついてるよね。情報課かな。はい、かんこさん。朝恐竜関がこの回しを公式戦で使用しているという記録はありません。うん、練習用かな。ふーん、お正月用とかかしら。ただのファッションだったりしてな。これはどうだろう。あ、こういかだったっけ。あ、もうなんて言ってたっけな。そうだね、足もさんだね。血液反応だね。分かった、調べておくよ。よし、証拠はありません。じゃあ考察できるかな。ここで考えをまとめておかないと。と、事件当日、現場に誰がいたのかを突き止めていかないと。今頃採取したサンプルをもう一度よく調べてみよう。あの BGM 出ないな。ゴングの指紋と誰の指紋が、と誰の指紋を比べてみますか。誰だろうな。たくさん見盛り。親方いないと思うけどな。どうだろう。違うわね。朝恐竜？違うか。違うか。じゃあ、畳盛りな。は？親方の指紋がゴングの指紋と一致したわ。やはり、付き人の畳盛りは現場にいたんだわ。よし。次に採取した証拠で誰のものか分かっていない子、これをはっきりさせないといけないわね。サンプルを調べて、現場の証文と誰の証文を比べてみますか。確かこれは畳盛りと力王丸とは違うんだよね。朝恐竜か、親方かのどっちかやね。証文が朝恐竜のものと一致したわ。うん、朝恐竜も現場にいた、畳盛りも現場にいた。よしよし。お、あーしっこちゃん、浴衣のサンプルから血液反応が出たよ。やっぱり。こないだの結婚サンプルの B 型の血液と同じほど、力王丸の血液さ。となると3人はあそこにいた、ということになるな。こないだも質問しましたけど、B 型って何ですか？ああ、説明は後でするから。付き人の、浴衣から血液反応が出たということは、現場のこれが説明つくわね。どうなるんだ？これかな？ああ、合ってた。なるほど。この人型の空白も確かに説明がつきますね。そうなると、ここに立っていたのは誰だったのでしょう？は、これは、乱入男の畳盛りだね。浴衣の持ち主、付き人の畳盛りですね。俺冴えてる。それに付き人が現場にいた証拠がもう一つあるわ。ゴングの、大部分から検出された親指の指紋が付き人の指紋と見事に一致したわ。ここに立っていた付き人畳盛りはゴングを鳴らす役だったのかもしれないですね。二人の試合を、見物してたんかな。でもね、ゴンゴを鳴らす、
父は近くにいなかったの。なんでゴングを叩いたのかな。やっぱり警察病院に行って聞いてみなければ。な、確かにな、素手でゴングを鳴らすのは多分難しいと思うよ。まあいいや、今日のところはこの辺にしときましょうか。ご視聴ありがとうございました。それではバイニャラ。